よし、やるか。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町、ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。あ、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田重総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーガー、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。やっちまいぞ。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。俺、死んだ。笑った。にゃやっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲、海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。
っさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。はっ、よっ、あの男、死を覚悟して笑っただと。海賊王ゴールドロジャーと同じよう。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。街中で大砲を使うなんてめちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。わけにはいかない。この刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんから。攻撃をやめさせろ。直接行って捕まえた方が確実だ。今の攻撃で海賊どもはひるんでいるはず。一気に取り押さえるぞ。海軍本部の大佐だ。お前を海へは行かせねえ。まだわからねえか。黙々の身の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。うちだ、早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。グズグズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。
だが、奴が何者だろうとも、俺が逃がさねえ。必ず追い詰めてやるぞ。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。ルフィ、俺たちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。ゴムゴムのやつは許せねえ。叩きのめして島を出るぞ、野郎ども。そこの退路を塞いでやれ。奴と気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。とすれば、フライシンを壊していけば追っ手を妨害できるかもしれないわよ。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。しまろう。ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉さま。おい、港はそっちじゃねえぞ。
ったく、あの魔性の女を倒すしかねえな。
ろそろ私のことを思い出したかい？俺はお前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい？アルビダだよ。アルビダ？ああ、ホビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の実を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私のものになるのよ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。この私を前にしてその態度。私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めて見た男だから。ゾロ、頼む。熱いご用だ、キャプテン。私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。現れるじゃねえか。出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら。え、ルフィ、あんた。俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、ことの深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白鳥の相撲が本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。
分より先にクソゴムの首を取っちまえ。実行の準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすりゃ安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。いやあ、さっさと行くぞ野郎ども。船長、頼む。あいつら遠回りするみてえだな。内心を壊しといて正解だったぜ。逃がしません。ドロノはゾロ、ゴゴムノ。すごいやつだな。刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。お前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、ダシギ、それ何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。ここまでだ。足ぐらいの雷なら怖かねえ。やろうとも昼間と進め。めんどくせえのが来たな。まだ平石が残ってたのか。見せてやるよ、三刀流の極意をな。そうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。どうした。早く俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、出航の準備はまだできねえのかな。頼む。てめえ、今日だけは見逃してやる。寝首をかかれねえように用心しとくんだな。
げー、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃さねえと言ったはずだ。このもの、また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。そっそん、そっそん、見苦しくあがいてみようじゃねえか。何をしでかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえぜ。でもここで捕まるわけにはいかねえ。なら引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。なんというか、俺に指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前、何もこんな嵐の中を。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。
Oh, oh, oh.